まどかのはんなり TV、 本日は9月22日の祝日です。市場通りに来ました。お天気がなんか雨って聞いてたんですが、晴れてきました。今日は服部和子先生の服部和子着物学院60周年の展示会に行ってきました。先生の今までのお着物を展示されているんですけれども、どれも見たことあったり、でも着られてるところしか見たことないので、なんだか広げて展示されてると懐かしいって思ったり、新鮮に映ったり、様々でした。面白かったです。楽しかったです。南沢